個人とかも MRI の数がそもそもそんなにないわけよ。代表という1コマになりたいと思ってる。はい、じゃあギバーズチャンネル始めていきます。今日ですね、本音でギバーズ酒ということでですね、今日はねベトナム人の沖野先生をお呼びして撮影をねできればなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ベトナムからはるばるようこそ。新潮と言ってんら沖野ということでですね、はい、沖野先生はですねギバーズのベトナムのね店舗の総責任者としてベトナム人になりきってベトナムで頑張ってるところであります。じゃあということで沖野先生乾杯しよう。ういっす、ういっす、ういっす。久しぶり。お久しぶりです。本当に昨日にベトナムから帰ってきたばっかりで疲れてるね。ちょっと疲れてます。はい。さすがに。沖野先生はね、ギバーズで MSA の校長としてやってて、もう俺と一平は長い付き合いだね。そうですね。もうどれぐらいですか。12年ぐらい経つのそろそろ。そうですね。12年ぐらいですね。早いね。痩せたね。痩せましたね。ちょっと。おかげさまでということで、はい、もう12年の付き合いになってギバーズ酒初ということで、はい、沖野先生はね他の動画でいろいろ出てると思うんで、そちらの方もねぜひチェックしてもらえればなと思うんですけれども、何喋ろうか。そうっすね、何喋ります、ね、なんかね前もねベトナムで何本か撮ったしね。ですね。と研修所でも撮ってるから。そうだね、もう喋ることないね。そうっすね。でも出たかったんで、いつ呼ばれるのかなと。ギバーズ酒ね。そうです。ギバーズ酒はもうね、はい、あの会社からしたら結構メインイベントみたいなところが正直ね、はい、あるのかどうか知らないけど、あって。いや、あります、あります、ね。結構ね、あの代表からみんな想像たる古株メンバーが出てる中で、ね、あ、僕呼ばれてないなと。だってベトナムにね、行ってたからね。まあ、そうなんですよね。そうね。どうなん？日本のビールは。やっぱうまい？うまいっすね。やっぱり日本のビール、うまいっす。ベトナムのビールでも美味しいよね。そうですね、ベトナムのビールまたちょっと味の濃さが違うんですけど、うん、ちょっと薄めで氷入れて飲むもんね、ベトナムのビールはね、うん、ただやっぱ飲みやすいんですよね、うん、ビールの味の美味しさだけを見ると多分日本のビールの方かな。あ、そうなんだ、うん、味わいはやっぱ美味しいかなとは。向こうでね、そんな激痩せして何があったの？ストレス？いや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 、全然。ちょっとね、ストレスもあったと思うんですけどね、うん、僕が結構違いますよね。ヘルシーだもんね。そう、だってベトナムの人でさ、太ってる人ってあんまり見ないよね。若者は結構痩せてる人多いっすね。そうだよね。年取っててもそんなになんかこうめちゃくちゃ肥満だみたいな人って少なくない？そんなにいないかもしれないですね。温暖な気候があって代謝も良くて、脂もヘルシーだしってことだよね。そうですね、比較的ヘルシーだし、うん、まあ、あとお酒もビールが多いからかそんなにって感じなのかな。ビールが多すぎて何腹いっぱいになってんであんま食えないみたいな。僕は結構そういうタイプ。結構スタッフとも見に行くと、はい、すぐお腹いっぱいになっちゃって、うん、全然食べれなくて。でも日本だとさ、ビール飲むと太るって言うじゃん。まあ確かに。なんだろうね。なんなんだろうな。あ、でも締めのラーメンとかないんで、ベトナム。締めのフォーとかあるの？締めのフォーはないかな。ないんじゃないかな。まあでもあるんだと思うんだけど。締めになんか食うみたいな文化あんまない？あんまないかな。結構もうすぐ飲んで、すぐ解散して帰るみたいなことがあるから。行ってもね、1、2軒なんだよね。なるほどね。我々ほら、もう長いじゃん。そうだね。飲み出すと。5軒、6軒行っちゃうもんね。そうそうそう。平気でもう結構行っちゃうんだけど、うちの子たちと飲むと別にそんなに長くは飲まないから、結構集中してガッて大量に飲んで帰るみたいな。そうそうそう。なるほどね。まあその辺でもね、まあ、文化じゃないな、これはな。会社の文化だな、それは、ね。そうだね。国の文化じゃないな。会社だと思う。そうだね。それが違うよねと。どうなん、ベトナムのその最近の事情。2店舗目出したんだよね。最近2店舗目ができて、うん、3月にできたん で、うん、で1店舗目出てから2店舗目ってもう早かったよね。早かったね。半年ぐらい？いやいや、全然もっと早い。だって12月オープンが1号店だから、うんうん、その後12でしょ。1、2月経って、3月にはもう2号店オープンしたんで。やばいね、ペースが、うん。めっちゃ早いね。これ言ってなかったけど、なんでそもそもベトナムにオープンしたのかみたいな背景ってどんな感じだっけ？もともとは、その前任の人がいたんだよね。うん、今、一緒にこうパートナーとしてやってるベトナムの企業さんと、もともとやってた整骨院の社長さんが、うん、コロナ前にやってましたと。まあ、コロナになった影響とか、いろんな事情で継続ができなくなりましたっていうので、整骨院の社長さんからうちの社長、まあ、代表の秋の方に話が来て、で、まあ、このプロジェクトをどうしても成功させたいからつなげられないかっていうところで、まあ、うちにバトンタッチが来たっていうのが去年の多分最初の初めの頃の話だよね。そうだね。そっからベトナムの企業さんが日本に来てくれて、うん、で話をして、うん、まあ、それが多分5月で、うん、でも8月にはもう契約を結んで9月からスタートみたいな感じで、うん、去年はもう本当に鬼のようにこう、そうだね、スピーディーにガーッと決まってったよね。そうそうそう。それで俺もあれ何月、10月ぐらいだっけ。あれはね11
11月かな11月か、うん、初めのねくらいにベトナム行って、そうそう、ね、その方動画もねぜひ見てください。ベトナム編、あ、そうですね、ギバーズベトナム、そうですね、赤裸々にあの時に事情を語ってるそうで、ね、はい、で今帰ってきてしばらくもうずっとこっち、うん、そうですね、一旦はちょっとしばらくこっちでちょっと落ち着いて、うん、ってことだよね。これからどうしていくんですか沖野先生は。ベトナムの授業もまあ継続しつつになるんで、うん、定期的にあっちにもチェックをしに行ったりしつつ、うん、あと今ねその別の国の動きもあるんで、ね、うん、別の国の動きのプロジェクトの方も多分やっていくんだろうなっていうところと、はいはい、あとはもともと持ってる授業の方ですね、うん、MSA ね、生態スクールの方があるんで、うん、そっちの授業も見つつみたいな、そんな感じですかね。なるほどね、大忙しだね、うん、そうですね、やっぱり楽しいですよ ね、 ね、そっちの方がね。ベトナムにいた頃と日本にいた頃ってさ、どっち忙しかった？難しいですね、忙しさの度合いがちょっとまた違うから。確かにね、感覚だけど日本にいた頃の方が脳を使って、うん、ベトナムにいた頃の方が体を使ってるみたいなイメージがあるね、まあ、現場に入るしな。そうなんですよね、あっちにいた時って頭も使いつつも結局なんか体がどうしても必要な場面が結構あったんで、うんうんうん、頭を使って何か指示を出したりなんやかんやとかっていうのをやりたいんだけども体が1個しかないから、うん、仕事が終わった後にやるとか、うん、はい、結局なんかなんやかんや忙しい日々が続いてて、うん、でもまああっちの現場で普通に一番最前線でやっぱ治療入ったりとかするから普通に治療もしつつみたいな、うんうんうん、まあ、そんな感じだったかな。いやーでもいい なんかその現場に出てこう第一線で活躍するっていうのも俺離れすぎちゃってさ。そうね、もう何年、もう7年ぐらいやってないもんねもうね、全然よね。だから僕も今回そのベトナムで久々に現場復帰というか、お互い同じ時期ぐらいにこう現場抜けて入りますと、うん、時に入ってはいないんだけどアップデートはされてるわけじゃない、知識面とか、うんうんうん、技術面とかっていうのは7年前のうちの持ってる技術のキャパシティと今って全然やっぱ違うし、うん、当然それを今まで教えてやってたけどそれを自分も改めてこう再現する場がこうベトナムにあって、うん、それがねすごい楽しかった。なるほどね、うん、この知識だけ頭でっかちになってた部分をアウトプットできる場ができてってことだよね。そうそう、それ大きいよな。言うは簡単なんだけど、うん、やるのは難しいというか、うん、まあ、改めてやっぱこの人に何か伝える側、うん、教える側の人間として自分がちゃんと体現してやってることがすごい大事だなったし、うんうんうん、でしかもめちゃめちゃ喜んでくれる人たちが多かったんで、うん、まあ、それがなんかすごい楽しかったよね。原点回帰ってわけじゃないけど、うん、本当にこうベトナムの患者さんたちどこ行っても本当に良くならないと、うん、ホーチミンとかもMRI の数がそもそもそんなにないわけよ。人はいっぱいいるのに、うん、なんか聞いた話だと本当に4台か5台ぐらいしかないと。だから取るのにもうめちゃめちゃお金がかかるからそもそもみんな取らないんだよね、うん、金かかるし、うん、取ってじゃあ何が起こるのかっていうと別にそんなにリハビリがちゃんと構築されてるわけでもないし、うん、本当によくやんなくて何してるんですかっていうとマッサージに行くんだと。時間とお金は結構ある人たちいたりするから2時間とかマッサージ受けるんだと、うん、そうすると信じてるんだよ。でも実際どうなんですかって聞くとその時はいいんだけど、うん、もう直後にすぐもう痛くなって、まあ、いわゆる揉み返しみたいなような現象が起きて、うん、でも本人たちは他に分かんないからこれがいいものなんだって勝手に思い込むしかないってことね。でもうちに来て別にそんなにこう治療時間があるわけでもないんだけど、うん、的確にこうやるべきことを粛々とこうやった時にちゃんと結果が出てくると、うんうんうん、な時に本当にこう喜んでくださって、うん、こう今までこんなことないと。日本でも喜んでいただいてた声というか直にこう見てたりとか、まあ、うちの子たちができるのを見てたけど海外でも我々のこう治療が喜んでいただけるっていうのは改めてこう自分たちにとってもすごい誇らしい気持ちになったし、うん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 、すごい、ね、嬉しかったよね。いやそれはね一番だよね、そこだよね、うん、海外でね実際ね自分たちの腕試した時にもともと文化があるわけじゃん。で文化を覆すぐらい喜んでもらえるなんてさもう最高じゃない。あ本当にそう、いやこれはだから嬉しいね。確かに俺も向こうで一人治療したんだけどね、うん、一緒にやったもん、ね、そうそこまでやったわけじゃないんだけど、うん、そう言ってもらえる人が増えてる。そしてそれを学んで現地の人たちが現地の人たちのためにギバーズがやっている治療のノウハウっていうのを展開してってくれてるっていうのはさ結構嬉しいよね。めちゃめちゃ嬉しい、ね、彼らが覚えてくれてるし、うん、今回僕らのこのパートナーの中にも一人ドクターがやっぱいてさ、うん、ベトナムの医者さんも言うてもやっぱ医者さんだから、うん、やっぱちゃんと知識もあって、うん、見解もある中で最初はやっぱりいろいろこう質問とかいろいろやり取りとかしててだんだん我々の理論体系というか、うん、やりたいことがちゃんと理解してもらえるようになって、うん、で彼もすごくこれはいいものだと、うん、最初なんか結構疑われるってわけじゃないけど、うん、これ本当にいいのみたいなっていうところから本当に良くなって実際それがちゃんと筋が通ってみたいなところを認識してくれてね。そう、うん、今では一番彼がすごく熱を持って教えてくれたりとかしてるのでベトナムのドクターがねそう言ってくれてるっていうのはなんか嬉しいよね、うん、そうめちゃめちゃ嬉しいし、うん、誇らしい気持ちというか、うん、本当にいい気持ちになるというか、うん、ちょっと語彙力今なくて困ってますけど、ね、久しぶりに日本に帰ってきたんで日本語が下手になってるねうまく喋れないですなんかもう向こうでただ通訳つくで日本語ペラペラ喋ってたでしょ。もう一丁前にゴリゴリに日本語で喋ってました、ね、いや面白い。
じゃあさ、これからの沖野先生のビジョン、うん、これを聞きたい。これからのビジョン、リバーズの理念というか、うん、いい治療家を育てるっていう理念のもと、我々は突き進んで動いていってるので、うん、今後も継続して、うん、日本問わず海外の人たちにも知ってもらって、うん、まあ、彼らが習得して現地の人たちを良くしていくっていうのは、うん、どんな形であれ僕ができることを全力でやりたいなと思ってるんですよね、うん、でその分それがちゃんと空想の話ではなくて、うん、証明されるようにするためにも研究をちゃんとしたりとか、うん、エビデンスとかその論文とかっていうのも最新のものをちゃんと自分たちで取り入れながら組み立てていくっていうのがすごく大事だなと思ってるんで、引き続きやりたいかなと思うよね、うん、仕事をする上で一番筋が通ってるというか、うん、やるべきことっていう風に自分がミッションを感じてるので、うん、まあ、そういうのをなんかやりたいかなとは思います、ね、なんだかんださ、うちの会社ってさ、もう身内ネタみたいになっちゃうけどさ、誠実じゃん無理やりこじつけてこうでしょとかっていうことっていうよりも、うん、本当に世の中的に誠実に治療にしてもセールスにしても向き合って、それを提唱してる、これがね俺会社の好きな部分でもあるんだよね。だから嘘つかないじゃん、嘘つきたくないんだよね。そうね、自分にも素直に、会社にも素直に誠実に仕事をするって仕事の本質だなって結構最近思ってて、これができる仕事の方が絶対続くし、やってて楽しいしね。それが繋がってないと苦しいと思うんだよね、仕事してて。あ、それ結構あるよね、うん、変な嘘をついて、小さな嘘がねどん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 重なって大きな嘘になって、人が変わるからね、そうするとね。なので我々は良くも悪くもリバーズの中枢の人間ということで、我々こそ誠実にあらんといかんなと。そうですね。逆にちょっと質問したいんだけど、まあ、今後のこれからのこう津山先生 の、 その動き方とか、なんかどういうビジョンで考えてるのかなっていうのをちょっと聞きたいなと思って、うん、4月に代表という立場になって、一平が副社長みたいな感じになって、うん、でアクシスもまあ共同代表でいて、うん、でこれからの動きはなんだかんだ言って基本って変わってないと思うんだよね。理念があって、そのために突き進んでいくよねみたいな話で、うん、その時にある程度選択する権限みたいなのの、うん、幅は広がってきてる感覚はあるわけよ。決断の権限っていうのかな、幅は広がってるよねと、うん、とはいえこれって多分秋先生だとしても同じ決断をするよねとか、うん、会社としての決断の方向性はこうだよねっていう部分っていうのは絶対ぶらしたくないなと思ってて、代表になったからこそ中枢のコミュニケーションの重要性、そして現場のコミュニケーションの重要性っていうのはすごい感じてて、それまでは結構こうガーッ一スタッフからさ、院長やって統括やってマネージャーやってとかって上がってきた時に、うん、なんだかんだ言ってさ、現場の重要性は感じていながらも現場が遠くなってたみたいなとことあってじゃん。最近本当にね、現場によく行くようになってというか、ちょこちょこ顔出して、うん、もう今日とかもね、現場のメンバーとランチ食ったりとか、うん、いろいろしてたりとかして、うん、経営者だから偉いとかって超どうでもよくて、会社のビジョンやりたいことを突き進んでいく代表という一コマになりたいと思ってる。将棋でいう、まあ、一応王将みたいな立場になるんだけれども、うん、でもコマでいいんですよと、このチームを強くするっていう方向性を突き進めていきたい。でそれがさ、会社のビジョンで結構好きなのがさ、世界中のどの場所にいても正しい医療が受けられる世の中を作るみたいなビジョンがあるじゃん、うん、あれ結構好きで、そのためにね、今一平がベトナム行ってくれたりとか、うん、でこれからねアメリカ行くのかとか、シンガポール行くのかとか、いろんな話があるじゃん、うん、これを突き進めていきたい。いや俺もあれ好きなんだよね、うん、いいよね。そうだ、それもあってベトナムすごい行きたかったし、うん、自らこう、うん、いや行きます行きます、そうね、やらせてくださいみたいな感じだったんで、うん、役職って別にただの役職に過ぎないから、やるべきことがただ違うだけ、そう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 、なのかなと思うし、うん、本当に最初のスタートが何人だ、10人ぐらい、うん、10人ぐらいのそのメンバーの最初のね、うん、社員数の時から500人ぐらいやってるからね、うん、もう今全然違うじゃん、多分知らないんだと思うんだよね、うん、1院の先生方って、うん、先生どんな人なんだろうなとか、うん、秋代表ってとか、うん、ただそうやって院に顔出してくれてコミュニケーション取れるっていうのはすごく結構大事だと思うけどね、うんうん、でも本当にそれはちょっとね増やしていきたいなと思うし、逆にねこうやって YouTube の発信とかで、あ、うん、津山先生ってこういう人なんだっていうのがなんとなく浸透してきてるような気でいるんだよね。だからそこはもう大事にしながらも、うん、あとはやっぱりさ、ギバーズ、うん、今500人ぐらいの会社だけれども、うん、これからの1000人2000人1万人ってどんどん広がっていくよねと、それを考えた時に仲間欲しいよね。そうね、もっとこの動画見てくれてでもいいし、何でもいいんだけれども、うん、でかい夢叶えたい、本当に治療家として本物になりたい、そして誠実たる人間になりたいというような人がどん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 ギバーズにさ、こう来てくれて、で広がっていく、そんな未来を描きたいから、うん、この動画見てる人はね、ぜひギバーズの門を叩いてほしいなと思うんですけどね。いや本当そうですね、ぜひぜひお待ちしてますということでですね、この動画がいいなと思いますね、チャンネル登録高評価、そして公式 LINE 登録してもらうといろんな特典ついてくるんで、全部やっといてくださいということで、今日はね、あの久しぶりに、もう本当何ヶ月ぶりに飲むの？そうっすね、本当にいつだ覚えてないよね、うん、覚えてないぐらいです、ね、ベトナムで飲んだ時ぶりぐらいだよ、確かに11月ぐらいか、そうっすね、もう半年ぶりぐらいに木野先生と飲んで、はい、ちょっと熱い話をさせていただきました、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、うっす